内川誠一郎は、日本の映画監督、脚本家である。1922年7月13日、京都府宇治市と道高川に生まれる。1947年に設立された新東方で、助監督を務める。1948年からは、市川昆、清水博士、小津安次郎らのチーフ助監督を務めた。 1952年、溝口健二監督の、最格一大女でもチーフ女監督となるが、溝口のあまりの暴君ぶりに撮影現場で口論になり、内川は途中降板となった。この時、溝口が女に着られるようにならないと、女は描けませんよと短歌を切った相手が内川である。最格一大女1953年、監督に昇進。 最核一大女と同じ恋秀夫の恋プロダクションとの提携作で佐賀道子主演の残波岬の決闘で監督としてデビューした。1956年には滝村和夫のプロデュースした力道山主演作力道山男の魂を監督し同作の脚本で脚本家としてもデビューしている。同年京都のエクラン。 社社長の松本恒穂がプロデュースした、鳩場の王者を監督したことをきっかけに、1957年、松本が主催する、菅生集団に参加、大木実る、高千穂ひずる主演の、女だけの街を、京都、下鴨の京都映画で撮る。1958年には、宝塚映画で、森重久や、清川二十子主演の、口から、出まかせ。 小竹京都撮影所で、高千穂ひずる、大木寺主演の、夜の波紋を手掛け、前者は、松本、後者は、滝村のプロデュース作品である。しばらく京都で活動をしていたが、1960年、東京に戻り、東京映画で、島田昭吾主演の、遠い一つの道を取った。同年、日本映画新社で、加藤大輔主演の、畜宝の子供たち等を取って、 翌1961年には、小竹京都撮影所に戻っている。1960年代には、映画監督と並行して、新国劇の舞台演出も手掛けている。1967年10月7日に放映を開始したテレビ映画、平四郎危機一発の1話から3話を監督し、テレビ映画に進出した。1969年には、 東京映画でザ・テンプターズ主演のアイドル映画ザ・テンプターズ涙の後に微笑みをを監督した。同年、東映京都撮影所出身の西川幸男のニューセンチュリー映画で北島三郎や村田秀夫の主演映画を監督した後は映画を撮った記録がない。1970年の関東義形邸の公開時点で47歳である。1975年 新藤カネトが監督したドキュメンタリー映画、ある映画監督の生涯溝の口賢治の記録に出演し、姿を表す。2000年2月22日に死去した。満77歳没。ありがとうございます。